ファン感謝デーにはおよそ1500人のサポーターが集まりました。選手たちはコスプレをするなどしてサポーターを楽しませたほか、ここでしか聞けないトークやジェスチャーゲームなどで会場を沸かせていました。100点というところで言いたいところなんですけど、90点ぐらいですかね、はい、最初の僕たちのゴレンジャーのところであんまり拍手が起きなかったことがまだまだだなと感じました。また新型コロナの感染拡大以来およそ3年ぶりとなるサイン会も開かれました。嬉しい、嬉しい、初めてサインもらった。徳本選手が一番。イベントの最後には続投が決まった木山隆監督が決意を語りました。来シーズン、今年届かなかったあと少しのところをしっかり埋めて J1 への切符を勝ち取りに行きたいと思います。